甲子駅は愛知県豊橋市高市町あざきた新霧116番地の1にある豊橋鉄道厚見線の駅である。駅番号は6。厚見線の主要駅の一つで車両区、乗務区などがあり、乗務員交代や車両交換は当駅で行われる。日付が変わる直前に当駅止まりの列車が設定されている。終日駅員配置駅である。改札口前に 地元の乳業会社、中央生乳によるビニール牛乳の自動販売機が置かれていたが、現在はカゴメのパック入りジュースの自動販売機が置かれている。駅舎の改札内側には男子用、トイレ、女子用、誰でもトイレがある。島式ホーム一面二線で交換設備を持つ地上駅である。島式ホームの駅舎側中央付近に階段があるが、 当駅で行き違いを行う場合は、使用不可となり、新豊橋寄りの階段のみ利用となる。引き込み線、車両区、乗務区などもある。当駅からユニチカ豊橋工場まで貨物引き込み線が、敷設されていたが、用途廃止。線路は、甲子駅寄りの数十メートルを除き撤去された。残された線路は、車両置き場となっている。引っ込み線跡は、 公私緑地公園の一部にもなっているほか、ユニチカ工場敷地内に入る部分では、線路がそのままになっている。救命鉄7300系で運行されていた頃、4連で運転される列車の最後尾ドアはホームからはみ出して、板にもかかわらず、開いていた。当然そのドアでの乗降は、不可能なため、車内放送で最高尾ドアが開くがホームにかからない、胸の注意案内がされていた。 またホームの三河田原よりはすぐ踏切のため、新都橋業は踏切場でドアが開いていた。旧東急7200系による運行が開始されて、しばらくしてから高市検築の車庫が火災により夜間留置中の2両が被災したため、当駅構内に留置されていた部品取り用の2両を改造し、営業用車両として投入した。ありがとうございます。